はい、どうも、おはこんばんちは、シルビです。こんな感じで始まりました、実況動画です。実はですね、一つ伝えなければいけないことがあります。機体間違えました。おかげで、初動これ間違いなく乗り遅れ系ですね。これ間違いなく無理です。なんです。いやー、悪党ザクを実は作ったんです。作った悪党ザク2機、使いてえなー、みたいな感じでやったら、機体全部変える余裕がなくてですね。あ、しかも悪党ザクで出るつもりじゃなかったのに、クリックしたら出てしまった。はぁ、コックで水泳部で地下から行くつもりが。なんかいろいろと初動が残念な。しかも、Y スタートっていうね、これ。どうしよう。レースゲーになったらどうしよう。もう完全に、自ら罠にあった感じです。だけど、早いんで、比較的追いついてますけど。お、ちなみにこれ7月3日、ギャンが出た直後ですね。私は出なかった。なんで、ギャンなんていない。ゾゴックなんていない。このゲームに存在しない。って感じです。お、ギリギリ間に合いましたね。素晴らしい。さすがアクトザクさんや。ちなみにこの機体ですね、アクトザク、爆風特性になりました。なんでここでビームを引かない、ね、ビームが惜しかったんです。ひどい。こういう時だけ。ビームがあると火力もだいぶ違うんですけどね。痛い。火力がやっぱりビームシューターとはちょっと違いますね。なんで、私はビームシューターが出るまで、悪党ザクを回し続ける気がします。火力はこっちの方が高い。ですね。もうこれ Y は捨てましょう。Y 捨ててですね。ここは X 守る定石ですね。X は殴られちゃまずいんで。ただね、問題は機体を激しく間違ってるんでね。こかしとえ。誰かとどめを刺すんだ。オッケー。タンクできてますね。爆風特性じゃない、これじゃビームですね。そう、残念なことにね。こいつがビームシューターで出て、まあ、ただビームシューター出てくれたこと自体は嬉しいんですけども、悔しい。せっかくの金、金はほとんど持ってないのに。持ってないですよ、金は。1個しかないのに、その金でって。このアクトザクはね、よく見てると思いますけど、ビームシューターです。銀なんですけどね、レベル45なんで。もう正直こいつをレベル5まで上げてもいいかなぐらいの勢いですね。ビームシューター。そんぐらいこいつは使ってます。ビームシューター、銀でも悪党ザクは十分強いと思います。ポテンシャルも高いですしね。まあ400秒っていうのが難点ではあるんですけども。ただちょっと今回はね。お、いいですね。いいですね。ここ届きますよ。いいですね。あ、だけど他の人が倒しましたね。いいですね。なんか銀の方がいいですね。まあ、気休めなんでしょうけど、お、あそこに、あれ、味方のでしたね。マップ見ろって感じです。まあ、なんで、ビームシューター出るまで、ボリューム6、GP ガチャを回すのをやめないって感じですね。金は出ないですよ。銀は出ますけど、このゲーム。昔は銀も出なかったので、まあ、今はね、だいぶ出るようになった、嬉しい話なんですけど。ここはしっかりとね、しっかりと吊るしていきましょう。おっと。いいですね、いいですね。後ろから撃たれてますね、隠れつつ。いいですね、アクトザック、ほんといいですね。ビームシューター本当に火力が出ますね。いやー、
初期ジムでもまあ、連邦の初期ジムでも同じことができてしまうっていうのがちょっと驚愕ではあるんですけど。ねえ、いい機体です。まあ、ただね、初期ジムとは違って圧倒的にこっちの方が早いんでね、こいつの方が。その辺は比べちゃいけないかなという部分はあると思うんです。ただあっちは50秒っていうのはね、羨ましいです。こいつとね、3点ビームライフルを他に持っているの、15発持ってるのが、ハイゴックですね。ハイゴックは何なんでしょうね。なんか、今回7月3日のアップデートで、ジムキャノン突撃仕様宇宙専用機体っていうのがいるんですけど、そいつは、迫撃砲とシールドを持った銃撃っていう、なかなか特殊な機体なんですね。しかも、チャージバズーカまで撃てるっていう、何なんだそれ、全部あるじゃねえかっていう、何のためのカテゴリー分けだっていう感じなので、今後ですね、似たような機体が出てくる可能性はあると思うんですね。ハイゴックに盾とか、なんで迫力立てねえんだみたいな感じは、前もちょっと実況プレイで話したかもしれないですが、あの方はシールドらしいですからね、原作だと。シールドでいいじゃないかっていう感じなんですけども、これちょっときついですかね。なんだこの感覚は。痛い。いやー、悪海じゃない。アクトザック、素晴らしい機体ですね。本当に素晴らしい、いい機体です。これ直接 X に来そうな気はしますね。1を取られてるのがまずい。わ、ゴックね、せっかくなんでゴック見せましょうか。俺がゴックだね。これあんまりね、いや、素晴らしいスピード。これね、ノーマルチケットなんでね、スピードがね、多分アクトザクより遅いっていう 悲しい機体ですね。これ銃撃より遅いっていう。これコストそんなに低いわけじゃないんですよ。それでも、カスあたり、前回のね、実況プレイで少しミサイルのカスあたりについてお話ししましたけど、悲しみですよね、これね。火力高いはずなんですよ。マシンガン、痛い。かわされちゃいましたね。行ったかなっていう感じだったんですけど。いけ。どんどん。あら、入ってない。あ、ブーメラン、すごいですね、あれね。かす当たりすぎでしょう。ただ、こいつはね、ブーストが長いんです。そこがメリットですね。他の機体より圧倒的にブーストが長い。それだけ。あと、体力が結構高い。それだけ。ですね。悲しい機体です。さあ、赤い。こいつも悲しみを背負っている機体ですね。水泳部の中では非常に。もう水泳部のミサイル全部爆風なくしてしまいっていうのは、まあ、そこまでしなくてもいいんですけど、もうちょいね、爆風の判定をちょっとどうにかしてほしい。特にマゼラトップとかね。マゼラトップは爆風でだいぶ損をしている武器だと思います、あれは。っていう気はするんですけども。まあ、今はちょっとどういう方向性になるかわからないですね。とか言ってる間に終わってしまいました。あっという間に。やっぱ砂漠は早いですね。待ってる時間の方が今長いかもしれません。おお、たくさん。なんか取り急ぎやってみた。あ、ちなみに初めてのアクトザク金のプレイでしたけども、銀の方が活躍したっていう、なかなかね。またアクトザク2機回しっていうのをちょこちょこやっていきたいかなと思ってますんで。あ、そうだ、前回ゴックのね、機体をちょっと見せたんですけども、あ、しかもレベル8じゃん。 間違いに間違ってる。 これゴック2機いるんですよ。こっちがレベル、どうりでなんかおかしいなって。ミサイル火力出ないぞって思ったんですけど、それは出ないですね、これね。そりゃそうだ。レベル8だ。いや、出るわけがない。ボロボロでしたね。しかも気づかなかったっていう。一試合丸々。なかなかまあ面白い。急いでるとダメですね。焦って5個とりあえず入れてみたっていう。強襲みたいな感じでやったらこんな感じになっちゃった。で、話は戻りますけども、これアクトザク金ですね。ざっくりですね。また別枠でアクトザクの金の機体説明とかできればなと思ってますんで、その時はしっかりとしようと思います。
ぶっちゃけですね、ノーマルマスチ系でやるとあんま変わんなかったっていう感じですね。少しだけ良くなりました。なので、この機体はアクトザ・ギンとほとんど変わらない。ただバズーカ爆風が3。これビームシューターの、ビームシューターが間違いなく当たりですね。なんで出なかったんだっていう、まあ、ただね、でも仕方ない。だから、金が出るまた金が出るまで私は頑張るつもりです。多分、次か次ぐらいにゲルググのガチャが出ると思うんですけども、それでも私はアクトザクを回し続けようと思います。それぐらいね、この機体、非常にポテンシャル高くて、まあ、楽しいんですね。使ってて楽しい。ゲルググより個人的に使ってて楽しい機体。なので、多分、これからですね、私のデッキに組み込まれることも増えるんじゃないかなと思います。それではですね、今回、急増ヘビーストライカーでやってみましたけども、まあ、なんとかなりましたね。いろいろありましたけども。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。